こんにちは、速稼塾の久保です。1年ぐらい前に私ウグイスパンを食べる動画っていうのを、アップロードしたんですよね。本当にウグイスパンを食べるだけなんですけども、その動画をきっかけに私の動画をねずっと見るようになった方がいて、しかもその方はその日から動画をたくさんねアップロードするようになったんですよ。でやり取りが始まったわけなんですけども、今どうしてるのかちょっとわからないですけどね、すごい勢いで動画を撮ってましたね。でもね、今目の前にウグイスパンがあるんで、それを思い出しながらちょっとウグイスパンをね食べる動画をさらに今年も撮ってみようかなと思います。これ年に1回ぐらい撮ってみようかな。本当つまんないですよ今回の動画、ウグイスパン食べるだけなんで。山崎のねウグイスパン、じゃあその時のコメントを思い出しながらお話ししますけども、メロンパンってメロンが入ってるわけじゃないですよね。でもメロンの風味でしょ。ウグイスパンって何ですかね、ウグイスが入ってるんですかね。入ってないですよね。緑色のあんこ、何なんですかね。エンドウ豆のずんだみたいなやつですね、仙台の。ウグイスパンってなんかねずっとありますよね。そんなに人気ってわけじゃないんだと思うんですけど、私の印象だと幼い頃ウグイスパンっていうのはおじいちゃんとかおばあちゃんが食べるやつかなと思ってたんですけども、でも美味しいね。なかなか。今日は近くのスーパーでね、菓子パンが1個68円っていう、そんなイベントがありました。週に1回68円になるんですけどね。私どっちかって言ったら6枚切りの食パンを買うんで、もしくはこういう菓子パンってドラッグストアが見切りで2割引きとか4割引きやるときにまとめて買って冷凍庫入れるんですよ。菓子パン好きですからね。本当ただこれだけです、こういう動画に反応して YouTuber としてスタートする人がいるんですよね。だからなんか価値の受け取り方は千差万別というかね。でも人はね時に主観的な客観論を論じたりするんですよね。自分はこうだからみんなもそう思ってるんだとかね、自分が嫌なことはみんなも嫌なはずだとかね。そうかなと思うんですよね。自分がそう思ってることと大多数の人がそう思ってることとってイコールじゃないこと結構ありますからね。だから主観論は主観的な主観論に徹して、客観論は根拠を持って客観的な客観論に徹するべきなのに、人はとかく主観的な客観論を述べたり客観的な主観論を述べたりするんですよね。ということですね。はい、以上です。ありがとうございました。